はい、皆さんこんにちは。ゆなです。中です。エイティブログです。今日はやっと来ました。今日は私たちの前撮りの日になります。とうとう来ましたね。1ヶ月ぐらい待った。うん、今日の前撮りは北徳さん、こちらの名古屋にあるステージ着物衣装の会社です。とても特別な前撮りもやっているので、それを今日私たちの結婚写真を撮りたいと思います。行きますか。行きましょう。入りましょう。こちらの前撮りのどういうプランがあるかという紹介をお願いしたいんですけど、はい、まず大きく分けると、スタジオの撮影プランとロケーションの撮影プラン、はい、どちらが多いかというと、やはりロケーションの方が多いですけれど、お茶室を貸し切って室内と外両方とも撮れるっていう環境でないと、出来上がった写真が出来っていうのはもちろん大事だし、まあ、うち衣装店ですから、はい、まあ、衣装がいいっていうのが大事なんですけど、まあ、それ以上にその日一日のその時間を、まあ、ゆったりと過ごしていただきたいという思いがあるので、まあ、うちの特徴としては、数ある前撮り業者の中でも珍しく、うん、衣装店のプロデュースっていうところが、まあ、意外と珍しいかなっていうところがあって、うん、衣装の質と点数には、うん、こだわり、うちは必ず現地収録に近いから、うん、で負担のないように。今日の服装、その十二人絵とかはやっぱり珍しいんですよね。あ、珍しい。お嫁さんの振り袖姿とか、その十二人絵とか、そういう婚礼にふさわしい衣装の、まあ、バリエーションっていうのも比較的多いし、本当に自分らしい、うん、ユニークな前撮りができる。ありがとうございます。うん、普段は作業場だもんですからお見せしないんですけど、あ、まあ、よろしければ。あ、お願いします。あ、すごいいっぱいある。すごい。北徳という会社がどれぐらいの歴史を持つんですか？うちは1865年に創業して、すごい。だから今年155歳なんですよ。ちょうどその江戸末期から明治初期ぐらいに、それまでは貸衣装っていう概念がなかったんです。だから最も古い貸衣装屋の一つなんです。第二次世界大戦ですね。全部こうお店も衣装も住まいも消失してしまって、全部なくなっちゃったんですよ。でそれでまた全部揃った。この仕事が好きだし、やっぱり日本の伝統文化をの一つを正しく伝えていかなければいけない。なんかなかなか見えない世界ですよね、日本人でも。なんかここ我々作業が主に舞台の非常に対しての作業が、8月の頭から舞台衣装の衣装付けの視点の着付けをお伝えする講座をやってて、こちらがこの新しく作ったスタジオになります。いくつかのこう、まあ、バリエーションの背景で、すごいスタジオだね時間貸しでも使っていただけるんですけど、まあ、詳しい情報は概要欄に貼っとくので、全部貼っておくから、ぜひ北徳と申します。着替えました。私は眉毛が現れました眉毛だけで相当雰囲気変わるね。しかもレナよくさ、顔を眉毛動かしながら喋るじゃん。色があるとめちゃくちゃインパクトだよ。いつもレナさ、マスクしてるとき、こっち上げてるとりあえずメイクが終わって、カツラをかぶるときに雰囲気が変わるから、その後でもう一回ちょっと足す可能性はある。何か言った？何？カメラは何台もあるけど、みんな私を一人にそうだよ、今カツラに夢中だよ今。わ、すごいね。違います。え、これトップじゃないんだ。違います。大丈夫？肩沈んでない？まだ大丈夫。まだギリギリ立てる。そうそう。
人みたいな気持ち。次は鷹の番です。で、あのめっちゃセクシーの下着。おじいちゃんスタイルです。これめっちゃ面白 い、ね、なんかズボンだよ。差し抜きバカ。めっちゃ大変そうだよこのズボン。髪の毛長いっす。長いよね。長い。準備終わりました。次はタカの変な帽子かな。まだ見てないからね。可愛いね。2人とも可愛いね。でも2人並んだらなんか めっちゃかっこいい。お互いに見て。笑うな。笑うな。2人ともめっちゃいい。かっこいい。じゃあ撮影に行きますか。はい。行きましょう。よいしょ。おーすごい。もうセットアップしてある全部。このタカのしゃもじ。しゃもじ。名前がなんていうかわかんない。そう。あ、尺。で、なんかさっき持ち方の、そう、持ち方もね、いろいろあるらしくて、その時代によってとか、地方によってとか気にせずにね、楽しく撮るっていうのが大事だからね。そういうことか。そういうこと。まあ、詳しい方いたらね、コメント欄で教えてください。いろいろ、尺だったっけ、名前。尺だよね。もう俺の中でしゃもじだからね。尺です。撮影しますか。撮影しましょう。ごめん、笑っちゃう。いや、笑顔で。もっと今度しっかり後ろに下がって足元を見たくない、はい、体が少し重なるような感じで右足を一歩前にあと手を出して真剣にこう、そうだよ。でちょっと下向く感じで、彼がこうその横側こんな感じ、はい、はい、でもうちょっと後ろかな、はい、で彼がこう向こう向いて、あ、僕向こう向くですね。で、ちょっと右向くで大丈夫、相当顔でかいな。そう、相当顔でかく見える。あの、今度ちょっと柱の長さ出してますんで、ちょっと突っ込むような。休憩兼セットの切り替え。はい、準備できましたんで、どうぞこちら、どうぞ。行きますか。よっ、行きましょう。あれ、これ向き違うか。こっちでしたっけ、僕は。そうですね。反対にした方がいい。新郎新婦様ということで。あ、そういう決まってるんです。新郎新婦様の立ち位置はこういう風なんです。で、昔の絵見ると逆だったりすることもあったり。あ、そうなんだ。何が正解とかない。じゃあ、よかった。じゃあ行きますね。じゃあ真面目な感じで。なんかみんな後ろで立って写真を撮ってるのが私たちの目線は面白いよ。逆にいつもこんな感じでしょ、並びが。タカが左、ね、ブログの時はこう撮ってるからね。そうそうそう、あー、こんにちはーって。そうそう、本
本当に真剣な顔を。そうですね、笑っちゃうね。笑わずにちょっと本当に。できるかな。行きましょう。笑っちゃった。いや、そうしたら笑っちゃうよ。ちょっと真面目になっちゃった。いい感じです。真面目になっちゃったな。ちょ、エリが喋ったら笑っちゃうよ。眉毛を黒くすることを決めた。もうちょっと濃くするね。こんな感じじゃないよね。でもなんかこれが私たちの間にあるから完全にボーダーになってる。これより近づくな。そうそうこれ叩けるよ。怖いお、すごい。ここに俺が見えてる。ここに何自分が映ってる。危ない危ない危ない。目が刺さるよ。危ないよ。その手をこう握りかえ。こう。もう俺なさ。もう高ひろ。お腹空いた。そう。朝バナナ食べてこなかったね。You're here, you are, and I... 全然わかんないけど。どうしたんだ。エリーだはい、じゃあ OK です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。めちゃくちゃ素敵な写真になるでしょうね。楽しみだね、どうなるか。めちゃくちゃ楽しみ。